ーディナル様、一体何が。わからん。肉体への傷はおろか、天命の現象も一切ないようじゃ。キリト君、返事をしてくれ。お主、キリトに何をしたのじゃ。君は。わしはキリトの友人じゃ。お主がキリトに何かしたのではないのか。いや、こちらからは何も。そうか。キリトはお主と話している最中、いきなり倒れたのじゃ。なんだって。キリト君は無事なのか。生きてはおるが、呼びかけに応えん。至急原因をこちらで調べてみる。あなたがキリト君の友人だというのなら、キリト君の体を安全な場所で保護してほしい。無論じゃ。それでは一度切らせてもらう。話は聞いておったな。ひとまずキリトの体を安全な場所に移す。それからどうするんです。キリトが倒れる直前、何らかの神聖術が行使されたのを感じた。もしかしたらアドミニストレーターがシステムコンソールに罠を仕掛けていたのかもしれん。まずはキリトに何が起きたのかを調べるところからじゃ。ユージよ、手を貸してくれんか。はい。私も付き添います。いや、アリスには他にしてもらうことがある。何でしょうか。氷教会の混乱した状況をこのままにしておくわけにはいかん。チュデルキンとアドミニストレーターの死、そして奴が進めていた計画、それらを整合騎士に伝えた上で組織を再建する必要がある。わしが最高司祭という立場を使って事実を伝えることも可能じゃが、それでは半ば無理やりに理解させるようなものじゃ。仲間である整合騎士の口から事実を伝え、個人に判断を任せるべきだとわしは考えておる。無論全てを伝えることだけが正しいというわけではない。時には伝えないことで相手を救う場合もある。誰に何を伝え、誰に何を隠すのかはアリス、お主に任せる。わかりました。まずはおじさま、ベルクーリ閣下のところへ行こうと思います。騎士長か。はい、あの方ならきっと正しい判断をしてくれるはずです。わかった、頼んだぞアリス。その後おじさまを目覚めさせ、集合した他の整合騎士。整合騎士様。何事ですか今。申し訳ありません。ですが非常事態でして。構わねえよ、行ってみろ。それが空から。空から。本当なのです。上空からセントラ。そいつはなんて。キリトという名前を口にし、そのものを探しに来。キリト。おじさま。ああ、何せよ言うだ。わかりました。それでは行ってまいります。あなた、キリトを探していると聞きました。ええ、そうよ。何者ですか。ここはセントラルカセドラルの敷地内です。許可なく侵入することは許されません。私の名前はアスナ、あなたの敵ではないわ。それは私が判断することです。あなたは空から舞い降りたと、一体どこから来たのですか。驚かせてごめんなさい。本当は
直接キリト君のところに行きたかったんだけど、あなたがキリト君の居場所を知っているのならお願い、彼に会わせて。キリトは今他人に会えるような状態ではありません。それは知っているわ。あと私はキリト君にとっての他人じゃありません。少なくともあなたよりは親しい間柄よ。それを信じろと。ええ、信じてもらうしかないわ。それでもダメなら力ずくですか。キリトに会うには複数の聖豪騎士を倒し、このセントラルカセドラルの塔内へ進む必要があります。あなた一人でそれを試みるのは無謀だと思いますが。たとえ無謀だとしてもやるわ。キリト君を救うためなら私は何だってする。そのためにこの世界へ来たんだから。この世界へ。まさかあなたキリトと同じリアルワールド。リアルワールド。倒れる直前キリトに聞きました。それなら話が早いわ。彼が陥っている状況が分かったの。分かりました。キリトの元へ案内。ありがとう。ところで、あなたの。私はアリス。アリス。アリス。どうかしましたか。いえ、何でもないわ。ここです。アリス。キリトの様子は。ダメだ、倒れた時と変わらないよ。そちらは。彼女はキリトと同じリアルワールドから来たそうです。彼を回復させることができるかもしれないと。キリト君、ようやく会えた。大丈夫、私が必ず助けるから。もう少しだけ待ってて。はじめまして、アスナと言います。わしはカーディナルじゃ。ユージオです。アスナとやらキリトの状態について詳しく聞かせて。わしの方でもいろいろと調べてみたんじゃが、回復の手立ては。キリト君が倒れた理由はフラクトライト。魂へ何らかの攻撃を受けたような。それによって魂の中心にあるセルフイメージと呼ばれるものが喪失してしまった。セルフイメージ。セルフイメージとは一体何で。それは意思決定を行う場所で、主体や自我とも言い換えることができます。主体や自我。ええ、少し難しいけれど、自分がどんな人間であるかという自己認識のことも指すわ。そこが喪失してしまったことでキリト君は自閉状態に陥ってしまったそうなの。なるほど。主体、自我、自分がどういう人間であるか、聖豪騎士である私の人格が、私という人間は。つまりわしらからの接触や呼びかけに対して自ら。そのようです。ふむ。中には人格を喪失してしまう被験者もいたからな。その実験結果を利用し罠を作っ。しかしそのような状態。私たちはキリト君が倒れてから、その中で何度かキリト君の魂が活性化。私たちはどんな時に魂が活性。アリスさんとユージオ君、二人が理由だと分かったの。僕と。一体どういうことですか。二人がキリト君に触れた瞬間、彼の。そ、なぜそのような現象。接触によってアリスさんとユージオ君の魂が。それが起きた理由は、おそらく二人がキリト君に関する。キリトの記憶ですか。ええ、二人の持つキリト君のイメージ、つまりキ
キリト君が失ったセルフイメージを保管して、他者の中にあるキリトの情報がキリト…それじゃキリトに触れ続け…それは難しい。セルフイメージを回復させるにはアリスとユージオが知るキリトがキリトの全てではないという…はい、完全に回復させるには。しかしキリトはこの世界の住人ではありません。ええ、だから外からリアルワールドから彼の友人たちがこの世界へやってくるわ。彼女…よかった。リアルワールドからの来訪者たちを…おそらく彼女たちは私が出現したの…まさか…いえ…どうかした？いえ、別に。僕も行くよ。わしはここでキリトを見守る。見て！来た！あの者たちが。アスナさん！待たせてごめんね、アスナ。シリカちゃん、リズ！よかった、来てくれたんだね。キクオカさんから連絡をいただいて急いで来ました。リーファとシノンはまだみたいね。うん、2人はオーシャンタートルからログインさせるってキクオカさんが言っていたから少し遅れると思う。同時にログインをさせるために六本木支部じゃなくてオーシャンタートルに向かわせたってことですね。六本木申請後かな。あ、ごめんなさい。アスナ、もしかしてこの人たちが。アスナさーん、この声。遅くなりました。お待たせ、アスナ。リーファちゃん、シノノ。それでキリトはどうなの？キリトは今安全な場所で保護しています。みんな聞いて、二人はキリト君のアンダーワールドの友人で、彼女たちもキリト君。ユージオです。アリスシンセシスサーティです。キリトのところへ案内します。お兄ちゃん大丈夫よ。リーファ、すぐに目を覚ますわ。違うんです、シノンさん。危険な状態のお兄ちゃんを見るなんて。けどいざこうしてみると、まあ気持ちはわかるわ。意識がない。まあ確かにいつもよく寝てる。どうかしましたか？いや、外の世界のキリトもこの世界で、こっちでもキリトは寝て。そういえばカセドラルの外壁にあるキリト君はどんな場所でもキリト君なんだね。まったく、アスナよ。全員でキリト君に触れます。それだけ？そして強く念じる。そうすれば私たちの記憶が流れ込んで。では早速。カーディナルさんも手を出して。わしはキリトと過ごしたのは、共に過ごした時間なら。そうですよ、カーディナルさん。あなたはキリトと僕をここまで導いてくれた。つまりカーディナルさんはキリトにとって大切な人だ。うん、さあ、キリト。どうしてなんだ？なんで？人数が足りない。アスナ、キリトと親しい人間を。それは難しい。 STL、 この世界に入るための道。六本木にある2台は私と。オーシャンタートルには4台あるけど、お兄ちゃんとアスナさん、私と。どうするの、アスナ。キリト君の回復が終わったタイミングで比嘉さんが私に連絡してく。連絡ってどうやって？ STL を介して直接。何？